はこんばんちは、キシトです。8へ続きやっていきたいと思います。おや、今回は水たまりがあるね。あー、雨降ってたんだ。相変わらずゴミすげえな。捨ててあげなきゃな。嫌な気配を感じる。またお前が。うわぁ、あ、上で掴まれても平気なんだね。元気がないみたい。あ、一回上げた程度じゃダメだと。何回も上げ、うわ、なんだこいつ。水やり。元気になるといいね。うん。毎日あれなのかな。声がしてる間は取ったらまずいっぽいか。あ、ここ通れば水の音しない。ギリギリ。うわー、相変わらずゴミと辛さがすごいな。なんかもうついてきてる感じだよね。ほんとゴミひどすぎ。どきなさい。このゴミの量は嘘だろ、マジで。このゴミの量はマジで嘘だろってレベルだよな。いるね。いや、そこにやれるとあ、まあ、先回りしてくんだよなこいつ。俺はな、ただ水をあげただけなんだよ。お墓に、墓に水をやりに行くだけなんだよ。え、あ、そうだろ。あの世だって喉乾くんだよ。一回でいいんですか。あ、もうこれ以上水やらないんだ。花に水は何回もあげられたけど、あげた方がいいのかな。嘘だろなあ。だと言ってほしいな、このゴミの量は。このゴミの量は俺はもう嘘だと言ってほしいな。泣いちゃうよ、僕泣いちゃうよこれ。おかしくなっちゃうよこの水の量は。ゴミの量だ。壊れちゃうよ、こんな数のゴミ捨ててたら。これさ、水やり1日1回でいいのかな。あんま上げすぎてもね。すげえついてくるんだけど。ほら、いやーもうこれ
兵庫で50個ありそうだぞ。行きそこだぞ、マジで。ゴミ入れる音でもやっぱ来るんだな。うわ、あ、でもちょこちょこ石だな。これはあれかな、別にこう音立てて近づいてきた音でない限りは接触しても平気なのかな。危ねえ。なんか今俺の目の前当たったっぽいけど、割と平気だったよな。ねえ君さ、俺についていくんだったらゴミ拾い手伝ってくんない？頼むからマジで。一人だと気が遠くなりそうなんだよこのゴミの量。わかる？君。君わかる？このゴミの量見てよ。ね？ひどいでしょ。この石蹴る音は平気なのかな？壊れちゃうよ俺が。こんなゴミ片付けてたら。仕事帰りの深夜に。しかもブラック企業の帰りだよ俺。勘弁してよ。まあ、捕まっても即死じゃないから、コマンド入力さえ成功すれば平気っぽいからね。ミスることはないと思うんだかな。はーい。そうだね、普通に接触する分には多分平気なんだな。入ってない。手伝えや。一瞬なんか視界が青くなるけどな。何言ってんだろうな。はぁ、もう終わりにしてくれ。なあ手伝ってくれよ。手伝ってくれよ。俺のゴミ拾い手伝ってくれよ。いいよもうそういうの頼むよ。なあ仲良くしようぜ。なんなんだよほらほら、シュートー、入んなかった。疲れるよこのゴミ拾い。疲れるよ俺。ゴミ拾うためにこのゲームやってんじゃないんだけどな。おかしいな、これゴミ拾いのゲームだったっけ。ロングシュート、空き缶は結構飛ぶからな。くそ。オッケー。ああ。ラスちゃん邪魔や。その道もちょっと通りたい。皆さんあと11個です。11個です。ロングシュート。
入ったー。やーったー。こんなんでなんでこんな嬉しいんだろう。アーチちゃん。
はい、俺のゴミ捨て終わり。もう十分よ。本当だよな。俺もうゴミ捨てない、絶対捨てないからな。疲れたからな。もうゴミはもう捨てません。疲れました。なんだよ。マジか。水ポチャしちゃった。雨降ってたんだ。これさ、もうゴミはいいでしょ。平気だった。あ、邪魔じゃん。いや、ゴミきれいになってるから、多分これはやったことにはなってるはず。ただ待てよ、いや、水はあげたことになってるのか。おい、一人でもだえてやろう。おら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 。おらおら。ああ、ゴミで疲れた。なんでまたいるの？目見えてないの？気持ち悪い。なんで私ばっかりこんなひどい目に。もう怖すぎるから、明日大川さんに一緒に帰ってもらえるか聞いてみようかな。残り3日。ほんとついてない。なんでこんな時に大川さん休むの？しかもナミちゃんまで来てないし、今日のスケジュール全部台無し。休むならせめて事前に教えてよ。もうこの道一人で帰るのやだよ。他に帰る道あるだろ。てかタクシーで帰るとかな。なんかあるだろ。まただ。
一日一回水あげないとな。でもあ、花咲いてる。あ、スコップある。元気になってる。やったね。シャベル。もう一回あげた方がいいかな。大丈夫かな。あ、もう大丈夫なんだ。はい、お花持っていけるね。やったね。じゃあシャベルであの草はどけられるのかな。くそ、横すり抜けられるかなと思ったけどいけなかった。まあ見えてる間は近づいちゃダメだよね。横そうやね。うえー、仕事してよね。ほんとだよ。この公園管理したやつ誰だよ。電話、私のじゃない。出れないな。なってんだ。あー、なるほど。出た方がいいのかな。出れんの。もしもし。出れねえよ。あれ持ちながらさ行くのか今回。そもそも出れねえし。スマホ投げながら行く感じが。お花だけちょっと添えさせてもらいますね。騒がしいわ。マジでひでえなここ。うるせえよお前。叩きやるぞそのスマホ。ほんとに。ほら、花ってでもあの一個だけでいいのかな。他にでも花が咲いてたことないもんね。でシャベルであの草をどける感じかな。疲れるわ。まあ、あのスマホを置いてったらもう楽だけど、あれに強打ってだけだしな、あいつ。まあでも持ってくことに意味があるんだろうな、あれは。持ってっても出れねえしな、あれ。草むしり中。
ゃみした。主人公がくしゃみした。ミスったら主人公がくしゃみした。これでよし。かわいいくしゃみだな。はい。うん。これでよし。草むしりは完了したんじゃない？これで。まあ、あと石とお花がね、もう一輪必要っぽいけど、でも、ないもんな。このね、なんか、さっきここにあったんだけどね、最初。こっちが行けなかったしな。なんかここに落ちてたんだよね。あれ取れたのかな、どっかで。これ取んの？スマホ投げるわけにはいかない。あー、駆け抜けます。え、嘘、何それ、何が起きてるんだ。スマホ投げるわけにはいかないって何なんだよ。何なんだよ、スマホ投げるわけにはいかないって。スマホ投げていいよ。こっちは変わらずじまいか。スマホ投げらんねえってのかな、2階までしか。あっちにゴミあるしよ。主人公スタミナはねえからな、そんなに。避けていくしかない。で、向こう出現されたら多分ここ来ないんだよな。最初から出とけや。道どっちだ。あ、うるさいわ。これちょっと厳しいんだよな。で、これ以上投げらんないから、こっからはもう全力疾走で行くしかないね。はっ、はい、いけた。電話出てあげた方がいいよね。はい、もしも。ナミ、心配したで。お前今どこや？すいません、このスマホは拾ったものなんですが。ああ、そうだったんですね。すいません。〇〇の交番に届けておくので、それで行けます？あ、助かります。それでお願いします。この声、誰かに似ているような。まあいいや。残り、二日。どうして土日も駐車しなければいけないのでしょうか？私にはわかりません。もう十分働いてきたじゃないですか。大川さんとナミちゃんは今日も来てなかった。なんか音信不通らしいけど、ずるい。私は頑張ってるのになんで？いや、なんかあったってもうそうしかないでしょ。はい、というわけで、ね、じゃあ今回は一旦これでね、終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。
それでは。